相馬島、海外援助。加藤先生のミニエッセイより。六、フィリピン国際稲研究所。マニラから車で南へ1時間。ロスバニョスにフィリピン大学と併設されているのが国際稲研究所である。田園地帯だ。道中に、 竹のパイプオールガンで有名な教会。今は温泉郷もある。昔馴染み深かった金網に囲まれた新中アメリカ軍のキャンプ地同様の仕組みだ。隔離された広大な敷地に芝生と植木に囲まれ、点々と職員の住宅がある。入り口には銃を持った番人が。中央にゲストハウス。 メイドさんが面倒を見てくれる。シンポジウムなどでゲストハウスが満員の時は、職員は外来者に自宅のゲストルームを貸す決まりだ。最初は戸惑う。旦那とは仕事の話で済むが、家族と仲良しになれるかどうかの瀬戸際だ。ゲストハウスの前にテニスコート、プール。ここの広場から、 朝夕研究所までシャトルバスが出る。研究棟の前は広大な田んぼ。研究所はアメリカ式の運営だ。お金は US ドル建て。研究者には秘書がついている。文献のコピー、スライド作りには専門家がいる。農夫は車で駆け巡る。システムのいい例は、 ボスにセブ島行きの調査を頼まれたが、秘書が予定を立て、署内のトラベルエージェントから航空券などが届く。あとは自分の裁量で車など手配し、空港に行く。ゲストハウスにも留守にすることを伝える。最初は周りに手立てを聞きまくった。彼らには当たり前のことが、こちらには未体験なのだから、何かにつけ大変なのだ。 クリスマスシーズンに二度ばかり出くわした。研究室は競争でデコレーション。行動では職員有志のミュージカル。演出家も研究者で人気者だった。夜は各部ごとにダンスパーティー。部長が出張中で代わりにクリスマスプレゼントのプレゼンターをさせられた。名前の呼び方がおかしいと盛り上がり、正しい呼び名を聞き出し真似ただけで拍手。 調子づいて、秘書や農夫を褒めそやしたりして、皆さん大喜び。ダンスタイムには、踊りたい人が壁際に並んだ。秘書たちと仲良しになっててよかった。ある日、ゲストハウスの食堂で、外人二人組の話を小耳に挟む。誰かが亡くなったという、面倒が起こらねばいいが。 いえ、それは、今日車を借りて街に出るというお話だった。オーストラリアの熊みたいな技術者で、機械のメンテナンスに来ていた人たちだ。ご承知の通り、彼らは今日のことを、to die とおっしゃる。この die の部分が盛んに耳に飛び込んできて、死んだ死んだと早とちりしたのだ。 7. コートジボワール、増下海岸共和国のライスイエローモットルウイルス病。2. コートジボワール滞在期間各3ヶ月の間に2年かけて全国の水田陸東地帯をめぐり、この稲のウイルス病の発生状態を調査して回った。ジープ2台連ねて。ここは赤道直下。 就職時、食堂のある町に近づくと、一足先にジープの一台が食事の発注に走る。人数分の食事の準備時間を見越しているのだ。大方の食堂は、植木に囲まれた庭先の木陰にテーブルと椅子が並べられた程度のもの。屋根のあるのは大レストランだ。机にはビニールシートがかけられているが、 食事が並ぶ頃には、どこからともなくハエが黒だかりとなる。世話になっている熟達の在住専門家は、持参の殺虫剤を一吹きする。樹木の枝では、蝉ならぬトカゲの仲間が、インドネシアではトッケと呼んでいた。ケッケッと鳴き、歓迎する。熱帯の雰囲気は、嫌が上にも盛り上がる。 出てくる料理は、長い米のパサパサ飯。でも白米。キャッサバの粉をこねてボイルしたもの。ボイルし、潰して盛り付けた食用バナナ。それにメインディッシュは、鶏のごったに、塩味だ。多分、こいつに時間がかかるのだ。庭先に飼われている鶏を閉めるところから始まる料理なのだ。 鍋のまま提供される。最初の衝撃は、きつかった。なんと、爪のついた足一対。それに、トサカが浮かんでいる。丸ごと一はご提供の証だとか。卵を産まぬオスから食われるんだな。湖や川の近所では、魚も出た。 川辺で店を出す干物屋さんの商品にうじ虫を見ていたので、こいつは遠慮した。同じタンパク質じゃないかとは言うものの、一昔前の血食時代を忘れ、贅沢が身についてしまったものだ。僕の海外援助の原点は、あのひもじさ経験なのだが。8 雲南農業科学院。雲南では、高度の高い山の手でジャポニカイネが、高度の低いふもとではインディカイネが作られていると中国の学者が書いているのを翻訳本で読み、興奮した。その時から、雲南は夢の国となった。そこへ日本の先生が、ジャポニカイネアッサム雲南起源説を出したからたまらない。今では、 長江起源説が持ち上がり影薄れたが、当時中国の本屋でも中国語の翻訳本が売られていた。まだザラバン詞のような本だった。家宝は寝て待て。中国日本稲育種プロジェクトが雲南で6年かけいい品種を作った。若手の稲のブリーダーが次々出向いた。その数6名。 身持ちの専門家が後半一名。中国にしてみれば、日本の高品質多種稲を後輩の出発点の母本に使えば、いながらにしていい嫁を手に入れることになる。では、日本のメリットは雲南の山手にある大冷性のジャポニカ品種を遺伝資源として頂戴することだ。 できた良い,い品種を現地で栽培しているところを見届けるチームを日本から派遣する。ついては、病害中専門家として参加されたし、との依頼を受けた。新品種も去ることながら、雲南の気候風土に触れられる喜びは大きい。もちろん、胃持病にも行き当たるだろう。まず北京に行き、表敬訪問。こちら5名、 中国農務省から3名で、雲南に乗り込む。少数民族の舞踊団による男子付きの歓迎会には驚く。高度の違う3カ所をバスで巡り、田んぼに入る。みんなは品種の特性を調べる。僕は田んぼを歩き回り、病気にかかった方を集める。専門家に渡し、金を分離検討するためだ。 ところが、この行動を、ついてきていた電子台、つまりはテレビ局が撮影しているのに気づいた。見方によっては、僕は一人離れ、品種を盗んでいるようにも見えるだろう。農業科学院の畑に、四国ビエを含む雑穀が終わっていたので、みんなから離れて写真を撮っていたら、関係者にやめろと言われた。 なんとなく窮屈なのだ。一昔前には、野生稲の写真を撮り、フィルムを募集されたとある本に書かれていた。村に入ると歓迎会があるが、中央にはお偉いさんが座り、歓迎の字だ。長年若手のブリーダーが住み着いていたホテルの厨房には、彼らは自由に入り込む仲良しで、好みの味を心得ていて、 料理は皆、うまかった。本場の味かどうかは不明。村の市場ではマコモタケ。マコモに黒母病菌がつき茎が腫れ上がったもの。野生のキノコが珍しかった。松茸は好まれず、日本の旅行業者が収穫時期には商社マンに変身するという。